ありがたきお言葉ありがとうございます。いやマジトコ先輩本当に、あそうだトコ先輩から、はい、その差し入れもいただいて、あ実はスリーもうの日に、ね、そう、うん、うわ俺何も用意できてないと思いながらおにぎりありますって言われたよあそうそうそう、あご飯は用意してありますおにぎりあるんでって言われたおにぎりそう、いやマジで嬉しかったですね。いやでもなんかさ、その食べ物の好みとか一切知らんからさ、うん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 、どうしようと思って、うん、なんかとりあえずまあ大体の人が食べれるであろうクッキーと、いやめっちゃうまかった、あの私が食べるの好きなじゃがりこの蓋に おめでとうってマジックでそうですおめでとうって書いていやちなみにそのじゃがりこ、うん、あの食べれないんですけど食べてよじゃあもうこれ取っとかないとみたいなおめでとう書いてくれてるこのじゃがりこ食べれんってなっちゃって蓋だけ取っとけばいいいや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 中身食べてもう一回閉めたらあー難しいなんか剥製みたいなミイラみたいなじゃがりこのミイラ、ね、あそれがあるか確かに食べたらちょっと知らんかったぞ食べてないのそうまだ食べてないんですよね食べなちょっとそれにしようじゃあ、うん、じゃがりこの剥製、うん、じゃがりこの剥製にします裏話、うん、裏話なんか三枝が、うんうんうん、マジックやってなかった手品、あマジックやってくれてたっすちょ見て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 っつってそうあのトランプ持ってきてのどんなんやったか一切覚えてないけど何やったかな何やっけ、でも当てる系でしたよね、あそうやったっけ、もう何も覚えてないなんかめっちゃ見て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 って言うからほいほいっつってみんなで集まって見たけど、うん何やったっけ、でもちゃんと当てら当てられてたな、当ててたんや、うん全然覚えてないないどんなやったかな、足し算合計の数、足し算なんてだってバリちゃんができんのに、え松なんかすごいバカにされたかトランプはできるかマックス13 OK マックス13でも足すんやったらマックス13じゃないやんそっかでも全然そんくらいはいけますけどね、2桁足す1桁くらいはうん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 全然いけるっす、ほんと引き算もいける、引き算割り算、あの綺麗に割れるんだったらいけるかも、多分6割る、引き算もちょっと怪しいなぶっちゃけ引き算か、引き算、うん、え2桁引く2桁ってちょっとあうってなりません、うん、ならないんですよね、 なるなるなる合わせてくれたな、なんかお釣りの計算とかね、あのねそうそうそうカフェでね、あのそうこれでお釣り、ね、あのもう打てばいいけどとっさに、あこれで何円もらえたらこれになるなとかはできないですね、できないできない、そうあのアドバイスできない、だからあ10円とかありますかとか言えないタイプのだから何も気づかんままあれなんか小銭いっぱい出してくれたけどあれなんか45円とかになってるけどなんかめっちゃあんまあいいんかなこれでみたいな、10円いるんやったんやみたいなそうそうそう結構あるね、はいはい、あ席替えで入学当初から気になってた人と隣になったんですが あまり話せなくて悩んでいます、うん、何かお二人からアドバイス的なのがあれば教えてほしいです、アドバイス来ましたか、うん、うん、なんかねアドバイス恋バナじゃないですかこれ、なんか、うん、でもあんまりってことはちょっと喋ってるんでしょう、そういうことですよね、どういう時に喋ってるんやろね、え教科書忘れるうんぬんとか、じゃあもう教科書忘れよ意図的にでもねそういう感じっすよね、でもなんかのきっかけで、うん、こういい感じの方向に行かないかな、でも教科書忘れるとっからかまずはえ席替えっていつ巻き起こるん、えじゃあ大体どんなもんなんですかね、俺席替えして席変わったことなくて、今の席え前固定やったんですよね、俺見張られてる人、人間界で見張られてると噂の、
ちょっとなんかあのテストの点数が悪いやつは前来いのやつで、あ変わらんのにね、前に行っても変わらん、うぐさぐさぐさ切れ味すごいやそう、ちょっと難しかったの。めっちゃ授業態度真面目やったんやけど。聞いてた授業。いや聞いてはいたっす。点数取れんかっただけで。なぜ？あ、なぜタイプだ。それでなぜ点数取れないタイプだ。まずいまずい、切れ味がどんどん鋭くなっていく。いやなんかさ、その話自体は聞いて一旦理解するけど。